はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの50秒で下腹と横っ腹に効く腹筋を紹介します。1回を5秒で10回ほどやっていきます。では皆さん見ながらまず説明します。後ろにまず手をつきます。ちょっと横に広げてもらって、腰が床につく位置までお尻を前に出していきます。で、腰が床についたら足をですね、左右に動かして前に伸ばして、息がなくなった時に膝を曲げる、お腹を引っ込める、しっかりこれを息吐きながら、ふーっと一呼吸でやっていきます。で、息を吸ったらもう一回同じように息を吐き切りながら、足を伸ばして息なくなったぐらいで最後にお腹をしっかり引き締めて、へこましてぐっと力を入れます。ではやっていきましょう。10回いきます。しっかり息を吐き切ります。お腹を引っ込めて、ほう、6、7。肩が少し難しい人は手をしっかり伸ばしてください。真横に広げてください。10、あと息吐き切ったらグッ、はい、 OK です。お疲れ様でした。たったの50秒、たったの10回です。これをね、横っ腹と下っ腹気になる人はやってもらえたらと思います。ポイントは手をしっかり横に広げる、腰をつける、骨盤を後傾させる、息をできるだけ長く吐いて、最後膝曲げるときにお腹をグッと力入れます。これをね、しっかり意識してやってもらえたらと思います。たったの50秒ですので、毎日でもやってください。そして、腹筋をした翌日、お腹が出るんですけどって言った方も結構いるんですけども、腹筋をしてですね、翌日お腹が出る場合、その人にとって腹筋がちょっときつかったということになります。腹筋がもしきつかった場合は、翌日お腹の力が入りませんので、お腹をね、抑える力が弱くなって少し出てしまうといった感じになります。なので、もしいつもお腹を少し引き締めたいんだったら、自分に少し楽な腹筋、まあきつすぎない腹筋を毎日やっていくと、翌日お腹は少し筋肉が緊張しているので引き締まった感じに維持できます。もしきつかった場合は翌日出てしまうんですけども、でもまたその次の日にね、お腹引き締まりますんで、もし腹筋した翌日お腹が出ちゃうんだけどと思っても、まあ、別にね、問題はありません。脂肪が増えてるわけではないので、もちろん問題なくて、しっかりね、また数日してお腹が休まれば引き締まります。もし毎日やる場合でしたら、まあ、やりすぎないこと、そしてきつすぎない腹筋メニューをやっていくとですね、毎日引き締まった感じになりますんで、まあ、ちょうどお腹が引き締まって気持ちもいいかなと思います。それを踏まえてですね、腹筋のメニューを選んでもらえたらと思います。で、ちなみになんですけども、こういったものを作りました。最近ね、音フェチっていうのが流行ってて、まあ、バイノーラルマイクを取り付けたダミーヘッドというんですけども、こういったものでですね、まあ、筋トレ後の癒しとして、まあ、お水の音とか耳かきの音とかね、ああいった感じのね、動画も載せていこうと思っております。まあ、筋トレばっかり疲れますんで、筋トレした後の音の癒し、まあ、タートルがね、今日もお疲れでしたとかね、ああいった耳でね、囁いてみようかなと思います。まあ、興味ない人はね、もちろん気持ち悪いかなと思うんですけども、もしね、寝る前とか、あと筋トレ後に癒し曲をね、聴こうかなと思っている人は、まあ、ぜひね、作った時には聞いてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。頑張った方はグッドボタンとコメント待ってます。